というわけで、相変わらずの自宅からお送りするシリーズでございますけれども、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。乾杯は。というわけで、おそらくこの動画が今年最後の動画になるんじゃないかなということで、年越しそばならぬ年越しきしめんはいかがで、いやこれこないだも言ったやつ、そんなのどうでもいいんだよ。というわけで買ってまいりました、それがこちら。ダメーン、きしめんまるふくさんのお手軽天ざるの大盛りです。さん、店長さんがね、愛知県出身なのか、東京でねこうしてきしめん専門店みたいなのってね珍しいんじゃないかななんて思ったりいたしますけれども、いやこのね年の瀬が迫ってくる中、いただくざるきしめんですよ。もともとねおうどんだとかおそばなんてね私結構好きだったりするんですけれども、きしめんってね東京でいただく機会あんまねえなっていうことでの今回なんですけれども、こちらね大盛りで注文するとね、これでもかっていうぐらいね持っていただけるっていうのはありがたいですよね。そして蓋を開けた瞬間にね天ぷらの油の香ばしい香りが漂ってきて、いやこちらたまりませんよ。それでは早速いただきましょう。はい、というわけでね、まずはきしめんいただきますよ。ツルツルでコシもしっかりあって、おうどんよりね厚さが薄いっていうことで、ちょっとね歯ごたえとかコシの部分では物足りなさはありますけれども、これツルッというね喉越しを楽しむには、いやきしめんがぴったりなんじゃないかな。そしてねこちらのお出汁の方なんですけれども、カツオの風味をねやや強めに感じられて、これは本当に夢うまい。決まりましたね、これは夢ですよ。なるほど、これはね冬になかなか出会えない味わいだなっていうことで、結構ね麺類が好きな方にはありがたい味わいかもしれませんね。ほんと夏とかさっぱりいただけていいと思いますよ。はい、それではこちらエビ天ぷらいただきましょう。このねエビ天ぷら結構大きいんですけれども、こちらがね2尾も入ってるっていうんでね、お手軽天ざるとはいえなかなかコスパ的にはパフォーマンス高いぞと、まあいった感じだと思いますね。こちらを おつゆにディップして、うん、もうすごい衣が薄めでエビがプリプリで、いやこちらも美味しいですね。はい、こちらピーマンの天ぷらなかなか渋いですよね、ピーマンの天ぷら。うん、結構ピーマンが分厚くってしっかり苦みも感じられて美味しいです。はい、というわけでこちら完食です。というわけでいただいてきましたけれども、いやー美味しかったですね。まあ冬は冬なんでちょっとね冷たいざるきしめんってどうなのっていう疑惑ありましたけれども、あったかい部屋でねこうしてつるつるとねいただくきしめんもいいもんだなーなんて思ったりいたしましたね。そしてきしめんもさることながら天ぷらですよね、天ぷらのラインナップも、ナスの天ぷら、かぼちゃの天ぷら、ピーマンの天ぷら、そしてエビが2尾というねちょっと豪華なラインナップで、このね天ぷらを生かした天丼なんかもね美
味しいんじゃないかななんて思ったりいたしましたね。今度はね、ぜひあったかいきしめんをお店でね、いただいてみてえななんて思ったりいたしましたね。というわけで皆様もご興味ございましたらぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。といったところでまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日はきしめん丸福さんのお手軽ザルきしめんの大盛りいただいてみたという動画でございました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 バ